入ってるんじゃん。あ、今入った。はい。今聞こえてました？聞こえてました。もう一回同じこと話した方がいいですか？あ、いいですか？鼻鳴っちゃった。日本、2006年の11月18日に、まあ、イエス様を信じることになりましたという話をしまして、聖書の言葉ローマの8章28節、全て益になるよっていう、もういいことだけじゃなくてもう悪いことも良いことに変えていただけるんですよっていう証しをしましたけど、2006年のその11月18日に私は生まれて初めて神様の声を聞きました。それはこの聖書はもちろん神様の言葉なのでそこから聞くことはできてましたけれども、実体験として牧師になりなさいと、そして今までやってきたことを全部益にしてやろう、役立ててやろうという声が聞こえたんですね。でも牧師になるの嫌ですよ本当。あの前に立ってなんかいかにも信仰深そうにこうやったりしてるから、でなんか特殊な服着たりして、うわ嫌だと思ってたんですけど、でも従ってみよう思う、なんで従ってみようと思うかって言ったら他の道ないから他の道行けないから、就職活動とかも全然できないから、もうね、あのドラッグ中毒大変なことになってるのでもう仕事にならない。だから牧師はドラッグ中毒でもできるんだって話じゃないですよ。こんなことない、そういうことじゃないんですけど、もうそれしかなかったんですよ本当に。もう会社勤めも何個もしましたけど合わない、本当合わなかったです。それこそ本当に会社にお勤めされてる方はね本当に尊敬します。どうしてあんなことができるんだろうと、私本当に自分には全く合ってないなというのが本当に分かったんです。もう身をもって感じて、そしてだからまあ、神様に救われてからもで牧師になりなさいって聞いてからも、ね、なりたくないからいろいろ探したんですよ本当に。でもね分かんなかったし、またきっと前みたいに辞めるに違いないというのももう入る前から分かってる、ね、本当に。だからもうその道しかなかったんですね。だから全部こう道を閉ざされて、もうその道しか残ってないんだからなりなさいって、まあ、背中を押されたんだと思います。そして、私は牧師になって、今ここにいるんですけど、その時にですね、私がそのあの日こう聞いた声っていうのは本当に神様からの声なのか、自分の頭の中の考えがなんかこう出てきたのか、それがどっちなのかっていうのを証明する手立ては私にはありません。分かりません。本当にそうだったかどうかは証明できません。私にはその能力がありません。そういうことができる方もいらっしゃるみたいなんですけれども、私はそういうことできません。でも今恥ずかしげもなくそれが神様の声だ、神様の声だって言えるのは、その声に従ってみた結果何を体験してきたかっていう証ができるからなんですよ。具体的なことが言えるんですね。あの時こうだった、この声に従ってみたらこういうことがあった、実はあんまりやりたくなかったけどやってみた、神様の声に従うってそういうことなんだなっていうのが私も最近分かってきたところです。で聖書の中にもこのある日突然神様の声を聞いて人生が大きく変わった人たちで出てくるんですね、まあ、有名なところだとアブラハムもそうですし、モーセもそうだし、まあ、今日のところに出てきたサムエルっていう人もそうでした。というかまあ声を聞くってだけじゃなくてビジョンを与えたり夢を見た人もいました。それはヤコブとかヨセフとかがそうですけど、要するにこう神様から何かをこう語りかけられて、そこからこう大きく変わっていく、生き方が変わっていくということがたくさん書いてあるんですね、聖書の中には。で同じようにこの聖書の中だけじゃなくて、神様を信じた人たちがこの何世紀にもわたって、そのことをこう様々な表現で、ね、こう言い残してくれてます。ジョージ・フォックスという人は神が真理を開示してくれる瞬間って言ってました。それから、ジャン・カルバンという人は、これは聖霊による内なる証だという表現をしてました。これイグナチオ、聖イグナチオ、魂の動きだ、なんかいろんな言い方でこれを表現して、それぞれにね違うこう啓示が与えられてる、だからこう違う表現が出てくるんでしょうけど、いずれにしてもこう神様から何かインスピレーションを受けているということになります。で神様が語りかけてくださるという話は非常に聖書的です。そして、キリストを信じる人々の中でさえもそのことがまあ普通に
聖書を読むってことが神様から語りかけられることなんだということで、まあ、普通にみんな理解していると思いますけれども、しかしですね、キリスト教の中で、まあ、神様を信じる人たちの中でさえも、まあ、祈りますよね。私たちは祈るんだけど、こうこれしてください、あれしてくださいという祈りは祈りって言われるけど、神様が語りかけてくださるっていうことを言うと、あの人頭おかしくなったんじゃないかっていう人がたまにいたりしますよね。なんか違和感を感じたりする。神が語りかける、なんかすごい怪しい、なんか怪しい匂いがこう漂い始めるっていうかね、語りかけてくる。でも実際聖書には語りかけてくると書いてあるし、まあ、私も体験したし、まあ、それが実際神様の声かどうか証明する手だってありません。でも聖書が神がいるかどうかを証明する書物じゃないのと同じように、いること前提で書かれてるわけですね。だから私たちは声を聞くこと前提で考えていくと、これあることだと言えると思います。例えばじゃあ神様ね、やり取りするときに、まあ、電話を使ったとしますよね。電話、これこの電話を、この電話が祈りだとします。これを使うと神様のところやり取りができる。私たちの持ってる受話器は口のとこだけついてる、こう耳に当てるとこついてない。もしもし神様いますかちょっと最近雨ばっかり続いてるんで天気お願いします。もうはいとか聞こえてこないです。言うだけ、一方的で。神様の方はどっちかっていうと、もう口ついてない、聞くだけ。あ、そうか、そうなんだ、はいはい、アーメン、あ、そうそうそう、終わりだから。でもなんかおかしくないですか。両方ついてなければ受話器として成り立たないのと同じように、神様だって私たちに何か語りたいはずなんですよ。そして歴史的に語ってきたっていうのを何回も私たち読んでるにもかかわらず、自分にも本当に語りかけてくれてるのかどうかってちょっとわからなくなったり、教会に来ると、まあ、願う祈りは、主の名によって祈る祈りは全部答えてくださるという、まあ、信仰によって、まあ、懐に飛び込むように何でもお願いするわけですけれども、それも本当に大事ですけれども、それだけが祈りになってないかなということを感じます。今日聖書に出てきたこのサムエルっていう人も、そういう感じの人だったんですね。ユダヤの言い伝えではこの時、まあ、少年って書いてありますけれども、12歳ぐらい、小学6年生か中1ぐらいですかね、幼くして6歳か7歳ぐらいで親元を離れて、この由緒正しいイスラエルの指導者であるエリという祭司のところで、レッチ奉公みたいな感じで働いてたわけです。雑用しながら、ろうそくに火を灯してみたり掃除をしたりしてたんでしょうね。で、親たちからはですね、幼い時からあなたはあの先生と、あのエリ先生と神様に従っていく、そういう生き方をしていく、私たちじゃなくてそうしなさいと言い聞かされてきたので、サムエルはもう幼い時からそういうもんだと思って、いや寂しいですよ。聖書に書いてあります。エリじゃない、あのサムエルのところには1年に1回お母さんが縫った服持ってきてくれる。結構かわいそうじゃないですか。一年中同じエフォードっていう服着てるんですよ。どうします、次の年来るまでもう服着れない。もうどうしてたんでしょうね。小学生ね、12歳ぐらいだから、もうすごいピチピチのエフォードとか着てたことあると思うんですよ、祭司服。いや去年のやつもう入んないんだよなっていう状態でいたかもしれない。でもそのぐらいこうお母さんたちとも会えない、そんな中で暮らしてる。しかも彼のこの先輩たち、エリの息子たちって、とんでもない悪いやつです。本当にもうとんでもないやつですよ。みんなが持ってきた捧げ物を全部自分たちのために使う、神殿の周りにいる女の人と毎晩遊び暮らしてる、もうとんでもないやつ。エリも何回も怒ってましたけど言うこと聞かないんですね、この二人は。でサムエルはだからそういうところに預けられた。最悪の場所ですよね、本当に。もう私たちがね、望んでるのは本当に信仰深い方がいて、そして信仰深い上司がいて、そういうところで育ってくれたらいいんだけど、もう環境としてはもう最悪、もうブラック企業もいいところですよ本当に。そこで
小さい時から働いてたわけです。で、聖書にも書いてあるようにサムエルはまだ主のことを知らなかったって書いてある。こういうところにいたら主のことを知れなかったんです。もう人間的すぎて。で、なおかつですね、当時のイスラエルってどういう状況だったかっていうと、聖書には人は各々自分が正しいと思うことをしていたって書かれてるんですよ。すごい状態じゃないですか、ね、自由すぎちゃって、もうみんな好きなことしてる。神様に従うんじゃなくて自分自身の意思に従ってみんな好き勝手に動いてたということです。で、その頃主の言葉が望むことは少なく幻が示されることも稀であったってなってるんですね。なんでかっていうと、人々がそういう状態だから、神様に聞き従うとか神の言葉を聞くってことがもう完全に生活の中が抜け落ちてしまってるわけです。神様語りたくても受け取る人がいない。語っててもそれこそ受話器の口の部分しかないんです。イスラエルの人たちは当時そうでした。で、相変わらず儀式とかをしてるんですよ。神殿もある、儀式もする、言われてたこと全部やるけど、神様を信じる信仰がない。ただその儀式があるだけで、昔からやってたからやってるだけで、で、その祭司、その儀式をやってる人たちももう堕落しきってるわけ。だから本当に最悪の状況です。で、サムエルはですね、そんな日々を過ごしてたんですけど、これ自分でも気づいてなかったと思うけど、サムエルは実はですね、神様に導かれて日々訓練をしてたんです。これはどういう訓練をしてたかっていうと、人に従うっていう訓練をしてたんです。とにかく先生に従わなきゃいけない、上司に従わなきゃいけない、兄弟子たちのねもいますし、悪いことしててもその顔色をうかがいながら、一番年下ですからね、それでなんかおかしなことやってるなと思いながらも、その人たちに従って生きるということを実践しなきゃいけなかったんですよ。だから人に従う訓練をしてたわけです。で、考えてみてください。皆さん、12歳の子供ですよ。今日書いてありました、夜中火の晩をしてたんです。神様の灯火の晩をしてたら、サムエル、サムエルって呼ばれて、はいってすぐ行けますか？12歳の子供、皆さん12歳のお子さんいた経験ある方いるでしょ。皆さんがそのお子さんの名前を家の中で呼んだらすぐはいって来ません。来ないでしょ。はい、お母様、来ない来ない、これ絶対来ないです。もうすごい呼んでも来ない。揺り起こしたっておぐおがかないですよ。この、ね、10代ぐらいのお子さんたちで。でもなぜこれができたかっていうと、それほど人に従う、人に従うということを日々訓練され続けてきてたんです。でも彼も残念なことに主を知らなかったって書いてあるんですよ。だから語りかけられたこともなかったっていう。でも本当にそうなのかなと思いますよ、皆さん。神様っていつも語りかけてる方ですよね。自分の子供なんですから、私たちが子供であって、愛してるよとか好きだよとかって語りかけてくださる方なんだけど、サムエル主を知らなかったし、サムエル兄弟子たちもちろん知らなかった。で、サムエルは呼ばれたら神様じゃなくて人だと思ったわけですね。すぐに、あ、呼ばれた、サムエルと呼ぶのはもう人しかいないと思ったわけです。で、行って、それを3回同じことを繰り返しました。でも素晴らしい導きだと思うのは、すぐ前にエリは神の使いが来て神様の声を聞いたという体験をしたんです。それがあったんで、あれ、これって神様かもしれないと思う人がたった一人いたんですよ、信仰の先輩が。それがあったんで、サムエルはしもべは聞いておりますという、その祈りのもう一つ、お願いするだけじゃなくて神様の声を聞くという祈りを実践することができました。で、その後、神様の声が聞こえるんですけど、何が聞こえたか、すごいことです。もう優しい声が聞こえたり、大好きだよって聞こえたわけじゃないんです。すごい厳しいこと聞こえるんですよ。それは今までお世話になった育ての親のエリがね、その息子たちの堕落ゆえにその家ごと滅びるっていう、それを告げろって言うんですよ。ひどいじゃないですか。めちゃくちゃひどいですよ。でも
サムエルはそれができた。なんでかっていうと従う訓練できてた。でその時に知ったのは、この神様という方はその由緒ある家系とかそういうのも凌駕してて飛び越えちゃってて、でこの方は本当にそのご自分の言ったことを成し遂げる力がある方なんだっていうのを直感的に感じたんですね。神様の声を聞くってそういうこと、そしてこのそのことを言うことができるっていうのは、その神様はもともとサムエルはそういう人だっていうのが分かってたということです。嫌なことがあっても、だって預言者ってそうじゃないですか、嫌なことあったら意見曲げたりしないんですよ。本当みんなが耳を塞ぐようなことを言って歩くんですよね。イスラエルの人たちに、神様に立ち返りなさい、なんであなたたちそんなことしてるんですかと、説教して回るわけですけど、そういう適性があった、最初から。それが日々訓練されて、最初は人に従うという訓練だったのが、神様に従うっていうのが自然に移行してきたわけですよね。それも最初に神様の声を聞くっていうところから始まりました。やがて彼はイスラエルのリーダーになりましたけれども、神様の声に聞き従って見事に神の器になってきました。でも最初のスタート地点っていうのはすごいチャレンジですよね。お世話になった先輩、上司、そして育ての親に、あなたの家滅びますって言わなきゃいけない、すごい酷ですし、すごい悲しいんだと思います。エリはいつも息子たちに怒ってたの知ってますからね。でもそれでも息子たち聞かないのを放置してたエリの罪もあるかもしれないけど、いずれにしてもうわ残念だなと思ったけども、それを言うことができたと。で神様の声を聞くっていうのは、何か私たちが危険を回避したり、こういうことを起こんなきゃいいなっていうお願いが叶う、神様が何か落とし穴に落ちないようにしてくれる、そういうことももちろんあるかもしれないですけど、それよりももっとチャレンジングなことです。なぜこれは結構危険なことですよね。サムエルにとって、もしそのこと言ってエリたちが怒り始めて、あお前出てけって言われたらもう困っちゃうわけですよね。怒りを買ったりする、こんなこと言って大丈夫かなというちょっとチャレンジングな内容です。でも彼はそれに従っていくことによって、あ本当に神様っていう方がいるんだということを体験し、そして神の御言葉は必ず実現するというのを体験し、いろんなことをこの言葉を語りかけられることによって体験していったわけです。イエス様もこの山の上から人々に話しかけるときに、祈りのことを話しました。それが今日の別のところですけれども、あなたが祈るときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさいと、そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださるとおっしゃいましたけれども、奥まった自分の部屋に入って戸を閉めるということですけど、どこのこの山の下の方でイエス様の話聞いている人たちはみんな部屋に自分の部屋があって戸がついてて、隠れることのできるあの安心した空間をそれぞれの人が持ってたかって考えてみると、おそらくほとんどの人がそんな部屋持ってなかったと思います。同じ居間に住んでそこで寝泊まりしてご飯食べて家族で一緒に過ごしてた、そういう家庭の人がほとんどだと思います。その人たちがそれを聞いた時にどういうふうに受け取ったと思いますか。あなたは自分の部屋に、奥まった自分の部屋に入って戸を閉めて隠れた父に祈りなさいという、部屋ないしと思いますよ。まずじゃああなたの部屋奥まったってどこだろうって多分考えたと思うんですね。まず私たちは実は部屋を持ってますよね。自分だけしか持ってない部屋ってあるんですよ。こういうふうに表現した人います、神殿、私たちは神様の神殿だと。だったら私たちの体の中にも死聖所があるって、死聖所がある。そしてそこはエルサレムの神殿で大祭司しか入れなかったあのところと一緒で、私しか入れない、私本人しか入れない場所がある。そこには主と神様ご自身と私だけが入れるスペースしかないっていうふうに書いてる本がありました。なるほどと思う。
僕もこの場所を読んだ時に奥まった自分の部屋が、まあ、今自分はあるのでそういうことを確保することはできるのかなと思ったんですけど、ない場合はあるなと。その場合はやっぱりこの自分のその中に入っていくという作業が必要になるということを知りました。他の人が全くいない場所、そして自分しか入れない、神様しか入れない場所で語られるのはどういうことですか。ものすごいプライベートなことだと思いますよ。絶対人に見せられないこととか、もう恥ずかしくて人に言えないこと、家族にも黙っていたいこと、自分が犯してしまった本当にひどい罪とか、そういう本当に見せられないものがそこで明らかにされていく。でそれを神様はどうしてくださるかというと、全部引き受けてくださるんでしょ。でそのことに対して、まあ、私たちも今癒しの祈りしてますけど、これは本当にすごいなと思うのは、まあ、人々がこう癒されていった時に、最後にその確認をするんですよね。こう代わりに導き手がこう癒されている人に代わって神様に聞いてあげると。神様、牛山さんが自分は価値のない人間だと思っているようですが、それは本当ですかと聞いてあげるんですよ。それでシーンとなるわけですね。そうすると、聞こえました、涙して、神様私を愛してくださると言ってくださいましたという声が聞こえてくるという人がいるんですよね。まあ、そういう声だけじゃない、たくさん の, そのビジョンが見えたり、抱きかかえられたとか、抱っこしてくれたとか、なんかいろんなビジョンが見える、そのことを導き手として教えていただいたときに、あ、本当にこの隠された場所、奥まった自分の部屋で神様と交わるっていうのは、この多くの場面で願うよりも聞くことこそが自分のその本当に癒しとか、そういうことにつながっていくんじゃないかなということを教えてもらいました。だからイエス様も、異邦人のようにくどくどと祈るなと、あなた方の父は願う前からあなた方に必要なことをご存知なんだと。だからその姿勢上の中、自分が本当にプライベートなことを話すその祈りの中では、くどくど話す必要ないですよね。別に人に見せるわけでもないので、本当に必要なことだけしか喋んないでしょうし、神様は本当に必要なことだけ語ってくださるんで、それを聞くということになると思うんですけど、でも先ほど言ったように神様に語りかけることっていうのは私たち普通にしてますけど、でも神様が語りかけてくるっていうのは、経験したことがなければ本当にうさんくさいし、なぜ私たちはそれを普通に受け止められないのかなって考えてみると、聖書の言葉に従うとか、神様の声に聞き従うっていうことを、もし私たちが真剣に、これは私に対して神様が求めておられることで、私たちはできることで、いつでも聞くことができるという信仰に立ってしまったら、一番困るのは悪魔ですよ。本当に困ります、こんなことになったら。神様を信じてない人も願い求める祈りってしてるんですよ。神社行ってみてください。鐘ガシャガシャガシャって鳴らして、今年いいこと起こりますようにって、みんな お祈りしてるんです。他の宗教でもみんなそうです。人が神様に動いてほしいなという祈りは全部してるんです。でも神様が私たちにどう動いてほしいかを聞く祈りって誰もしない。これをもし私たちが始めてしまったら、すごいことが起こるんです。私たちのことを私たち自身が知る以上に知ってる方が、私が幸せになるように、本当に命輝くように、毎日喜びにあふれるように、それは危険を回避するということじゃないですよ。もっとチャレンジングな人生かもしれないですけども、でも生きててよかった、このために生まれてきたわということを実感して歩めるような人生を歩めるとしたら、もう悪魔の居場所ってないんです。偽りが入り込む余地がないんです。でも私たちは罪人なので、これが神様、これ聞いてほしいな、これ聞いてほしいなという祈りの中には、もしかしたら的外れなこともあるかもしれません。でも神様は的外れなことを私たちに言いません。なのでそれを聞けるようになってしまったら、本当に困るのは誰かというと悪魔です。私たちをこの永遠の価値の方から引き離して、
愛から引き離して私たちをいつも足りないものだと思わせて、そして力を奪っていく、この存在がいつも私たちを引き離したい。だから神様からの声が聞こえるなんていうわけないじゃないかと、何非科学的なこと言ってんだとかね、いうわけです。で、聖書を開けばすごいチャレンジなことが書いてあって、こんなのできるわけねえじゃんと、やる前から諦めさせるプロなんです、悪魔は。しかし実際にはどうですか、皆さん。神様は口があるんでしょ。初めに光、はじめに神は天地を創造された、光あれっていきなり口出ししてるわけですから、世界の初めに。そしてイエス様自身も神の言葉だって言ってます。神様のメッセンジャーとしてこの地上に来たわけですよね。そしてたくさんの言葉を私たちに残してくれました。これは私たちが聞き従う価値のあるものです。そして聖書だけじゃない、私たちはもう本当に大きな人生の決断もあります。どの学校行くべきかとか、誰と結婚するべきかとか、家は建てるべきかとか、マンションに住むべきか、そう、大きな人生の決断ってあると思うんですけど、それ以外の時でも、今日あの人と会う時に、今日あの人とからこういうこと言われた時に、そして今日道端でこういう人を見た時に、あらゆることに対して神様の導き求めていった時に、何が起こるか、ワクワクしませんか。挑戦してみましょう、聞いてみましょう。神様は私たちにどうしてほしいのかということです。私たちはいつも神様が私たちが神様にどう動いてほしいかの祈りをしてますけれども、ここで、その祈りの時間の半分、神様あなたは私にどうしてほしいんですかという祈りをしてみましょう。刑務所の人たちがそれを話したら、早速やると、多分何か聞いたでしょう。それを今度1ヶ月後に聞くのが楽しみです。悪魔のささやきを聞いてないことでも気をつけてほしいのは、悪魔もそのようにして私たちに偽るように、神様も本当にその私たちの外からインスピレーションを与えてくるということを覚えていきたいなと思います。じゃあ一言お祈りしましょう。神様ありがとうございます。あなたが私たちにどう歩んでほしいのか、その鍵をいつも持っていてくださって、私たちの歩みを導いてくださっていることを感謝します。そればかりか、私たちの本当に日々のその祈りを一つ一つ聞き逃さずに全て聞いてくださって、その中には本当に的外れなこともあるかもしれませんが、それでも全て受け取ってくださっていることを感謝します。なおかつ私たちが本当にあなたからの声を聞くことができたら、なんと素晴らしいことでしょうか。主、どうぞお語りください。しもべは聞いておりますので、あなたの本当に御心に従って歩めますように力を与えてください。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。